眼科専門医の平松です。今日は黄斑炎行についてお話ししようと思います。黄斑炎行って何かっていうと、目のものを見る中心の黄斑という部分に穴が開いてしまう状態です。でこうなってしまうと、黒く欠けて見えたり、黒くというか欠けて見えたりとか歪んで見えたり見づらくなってきます。黄斑炎行にも段階があって、初期の頃ですとさほど見づらくないですけども、末期の方になってくるとかなり見づらくなってしまいます。ですから黄斑炎行の場合は、病気を発症したら早めに治療手術が必要になります。とは言っても1日2日で治しましょうというのではなくて、準備を予定をして治していくというのが一般的かと思います。じゃあ私なんで黄斑炎行になっちゃったのって思う方多いんですけれども、黄斑炎行になる原因というのは、これ目の模型なんですけど、目の玉の中には透明な硝子体というゼリー状のものがあります。これが減っていく過程で目の奥の黄斑に穴を開けてしまうというのが一般的です。ですから、小さい頃になることはあまりなくて、高齢になってからなることが多いです。黄斑炎行になった場合はもうどうしようもないのかというと、手術をすれば今より良くなることは多いので、知っておいていただければと思います。黄斑炎行の場合、手術治療というのが一番大きい要素ですけど、あなたがどのように食事生活をしているかで治りもだいぶ変わってきます。当たり前ですね。栄養が少なければ治りが悪いですし、栄養が多い方が治りがいいわけです。とは言っても食べ過ぎればいいわけじゃなくて、黄斑に特有の栄養素というのもたくさんあります。そこら辺が黄斑変性浮腫で失明しないためにって言って、黄斑炎行と題名には書いてないんですが、黄斑に関する詳しいことが書いてある本ですので、ぜひ読んでいただいて自分でできることを知っていただければと思います。